皆さんこんにちは、リコです。各自治体の支援策が決定しています。岩手県議会の2月定例会は3月22日に最終本会議が開かれ、新年度一般会計当初予算案が可決されました。予算特別委員長から新年度一般会計当初予算案について、委員会の審議では少子化対策に全力で取り組むことなどの意見をつけた上、可決したと報告されました。このうち当初予算案は、知事が最優先課題とする人口減少対策には2023年度より4億円多い221億円が計上されています。また新たに産後ケアの利用促進や市町村の少子化対策への補助などが盛り込まれています。動向に注視していきましょう。高知県議会は3月21日、人口減少対策に重点を置いた新年度の当初予算案などを可決しました。当初予算は人口減少対策の抜本強化に573億円を計上し、市町村独自の事業を支援する交付金制度や若年人口の減少を食い止める施策などが盛り込まれています。またインフラ整備や住宅耐震化の補助制度の拡充など、能登半島地震を踏まえた南海トラフ地震対策を強化する取り組みも盛り込まれているとのことでした。福岡県須恵町、住民税均等割のみ課税世帯支援給付金についてとのことで掲載がありました。エネルギー食料品価格高騰による負担を軽減するための支援として、低所得世帯、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯10万円の給付金を支給いたします。支給世帯は基準日、12月1日において、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割のみ課税である世帯としています。給付額は1世帯あたり10万円です。対象者には、末町役場から給付金のお知らせ、確認書、もしくは申請書を送付いたします。給付金のお知らせについては、内容を確認して変更がない場合は返信は不要です。変更がある場合には連絡先にご連絡ください。確認書につきましては、内容を確認して必要事項を記入の上で、同封の返信用封筒にて返送してください。申請書については、住民税の申告が済んでいない方がいる場合には、その人の申告をしていただき、非課税、または住民税均等割のみ課税である場合には支給対象となるということです。書類の提出期限は令和6年6月30日までとしています。それらの記載内容は確認後振込ということで、給付金のお知らせが届いた世帯については、4月26日金曜日に振込ます。確認書、申請書が届いた世帯については、末町が受理した日から30日以内に記載の口座へ振り込みますとのことでした。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。こちらのチャンネルでは、日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく、聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。それではリコの部屋をお届けしたいと思います。本日の質問はこちら。リコさんはカレーライス、具がない派かある派、どちらですか？ご質問ありがとうございました。カレーは子供も大好きなのでよく作るんですけど、私は具がある派ですね。でも具はある程度小さめのものが好きです。なのでドライカレーとかよく作りますね。具材をこう細かくして、いろんな野菜をたくさん入れて作ることが多いです。普通のカレーを作るときも細かくすることが多いですね。でもこれって多分子供たちの成長に合わせてこうなった気がしますね。具がないカレーだとインドカレーとかそうですかね。でもそういったカレーももちろん大好きで、たまにお友達とこうランチに行ったりとかしますよ。インドカレーはナンがとっても美味しくって、私のお気に入りのナンはチーズがたっぷり入ったナンに蜂蜜がかかっているやつですね。皆さんはカレーライスは具がある派ない派どちらですか？よかったらコメント欄で教えてください。ではその他質問も随時募集しておりますので、お気軽にコメントまでお待ちしておりますね。
その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。